早植えで登板の酒井でしたが、3回今シーズン早くも15個目のワイルドピッチ。一方、ここ3ヶ月勝ち星なし、7連敗中のマリンズ先発小宮山、今日はストレートとスローボールのコンビネーションが良く、酒井とは対照的なピッチングを見せます。すると打線も5回に集中だ。力みの抜けない酒井に対し、ワンアウト満塁から5番五十嵐が2点タイムリー。気合が空回りする酒井を攻め、続くチェンバレンもランナー2人を返し5対0とリードします。7回に1点を失った小宮山ですが、8回ノーアウト1塁2塁のピンチを抑え切ると、自ら申し出てマウンドを降ります。9回を2番手黒木が抑え、マリーンズが快勝。小宮山、実に95日ぶりの勝利、マリーンズ3連勝です。このゲーム先手を取ったのは連敗中の近鉄でした。3回ロッテ先発ルーキー薮田からワンアウト2塁で、昨日ホームランを打っている新井、145キロ高めストレートをうまく叩いてライト線へタイムリー2塁打。さらに当たっている鈴木、初球の変化球センター前へポトリ、2対0近鉄リードです。しかしロッテは近鉄先発小池から5回に1点を返し、6回2アウトから5番の初島、2エンド1からの4球目センターバックスクリーン左へ一直線、15号同点ソロホームラン2対2。ここでロッテにぶっかけていた流れを止めたのは近鉄7回から2番手で登板の佐野でした。昨日の親友野茂の好投に刺激されたのか、ストレートスライダーが冴え渡り、3イニングを5三振のパーフェクトリリーフ。あとは味方の反撃を待つのみです。そして9回の近鉄、ツーアウト1塁2塁サヨナラのチャンスをつかんで、バッターは今日2安打の中根、ワンナッシングから2球目この当たり、記録はサード初島のエラー3対2。近鉄サヨナラ勝ちで連敗ストップ。明日からは A クラスをかけた西武4連戦です。4回に1点を先制された千葉ロッテはその裏、5番初島の16号ツーランホームランで鮮やかに逆転、さらに1点追加して3対1とします。しかしゲームに活気があったのはここまででした。先発ヒルマンが2点目を失ってノックアウトされると、2番手黒木はデッドボールプラス押し出しのフォアボールで同点となる3点目を与えてしまいます。この後はロッテ大栄とも打っても打っても点の入らない淡白な攻めが続き、4時間やって結局引き分け、両チーム合わせて21残塁という5位6位対決でした。試合後、獲得すれば2年連続となる最優秀防御率のタイトルをチームメイトヒルマンと争うイラブ。しかし右膝の怪我による3週間のブランクが予想以上にピッチングに影響してしまいました。おまけに今日は苦手のデーゲーム、最大で5点のリードをもらったイラブでしたが、7回、ワイルドピッチなどであるよあるよという間に奇跡点を増やしてしまうと、今日の天敵ホークス大道のタイムリーでついに同点6失点、防御率を大幅に落とし、タイトル奪取は絶望的になってきました。ゲームの方は同点で迎えた7回裏、マリーンズウィットモアにライトスタンド最上段に突き刺さる12号ソロが飛び出し、結局これが決勝点。また9回から登板したマリーンズの抑えのエース成本がこの1点を守りきり20セーブ目を獲得、最優秀救援投手のタイトルへ向けセーブポイントレースの単独トップに立ちました。脱力感漂う中で始まったゲームは2年連続の最多勝を狙うファイターズ先発グロスの乱調から始まってしまいました。しかしここで突然暴れ出したのが神戸では沈黙していたブリトー。第1打席バックスクリーンへどでかい28号ソロを叩き込むと、続く第2打席ホームランダービートップのブルーウェーブニールに2本差に詰め寄る29号、今度はレフトスタンドへ。これをきっかけに試合への集中力を取り戻したファイターズは、新人王候補金子誠のタイムリーなどでこの回4得点、グロスを楽にします。2回以降立ち直ったグロスは結局完投で今シーズン17勝目、ホークス武田に2勝差をつけ、ハーラーダービーで頭一つ抜け出しました。本当にここ1ヶ月パッタリとグランドに姿を見せなくなったマリーンズ広岡ゼネラルマネージャー、優勝どころか去年より悪い3位以下が確定したことで、このオフもマリーンズは大揺れに揺れそうです。すでに13敗を喫しているマリーンズ投手陣のリーダー小宮山がここへ来て今シーズン最高のピッチングを見せます。球は荒れていましたが、この雨の中で変化球のキレは抜群、ノーヒットピッチングが5000人の観衆の前で静かに進んでいきます。対談が決定的なブリトーなど外国人2人がベンチに下がって迫力不足のファイターズ打線ではありましたが、小宮山はノーヒットのまま7回を迎えます。ノーアウト1塁でバッターは田中幸雄。詰まった当たりで小宮山のノーヒットピッチングはここで終了。ビッグゲームが少なかった今年のマリーンズ、密かな期待も叶いませんでした。先発は防御率1位、初のタイトルを狙うヒルマン。しかし今日は変化球にキレがなく、5回に4連打を浴びるなど12安打4失点。4回3分の1でナックアウトです。
試合はロッテがチェンバレンの第11号スリーランホームランなどで8対4とリード。最後は初のセーブ王を狙う成本、近鉄打線をシャットアウトします。これで成本は28セーブポイントで単独トップに立ちました。8対4ロッテが勝っています。3対2と1点差まで詰め寄られた7回に登板。ワンアウトを取った後平井にライト前、続く酒井にはストレートのフォアボールを与え二塁一塁のピンチを迎えます。赤堀、ここは続く代打松本を力のあるストレートで打ち取りピンチを切り抜けます。その後の赤堀は危なげないピッチング、伸びのあるストレートを武器に3イニングで三振6個を奪う力投を見せ、ロッテの成本と並ぶ28個目のセーブポイント。 A クラス入りを目指す近鉄は西武と同率の3位となりました。千葉マリンスタジアムです。1試合分の料金で2試合を堪能できるラッキーなお客様、およそ1000人の前で第1試合の先発マウンドに登った伊良部秀樹はほぼ完璧なピッチングを披露しました。4回途中から5回まで5者連続の三振切り、堀のホームランなど早い回にリードをもらってゲームを自分のペースに持っていきました。バファローズのミスにも助けられたイラブ、8回を投げ切って3安打1失点という内容、3年連続2桁勝利を成本に託します。セーブポイントでバファローズ赤堀とデッドヒートを繰り広げている成本はきっちり仕事を果たしてイラブに10勝目をプレゼント、自身もセーブポイント争いの単独トップに立ちました。さて1試合目が終わると選手たちはそそくさとロッカールームへ、急いで着替えを済ませて3年ぶりのダブルヘッダー第2試合はわずか20分後にプレーボールと相なりました。ニュースステーションで何度かお伝えしております12球団でただ一人勝ち星のない開幕投手バリーズその川の勝利の行方なんですが、今回は出前打線に打ち込まれ3回ノックアウト、今シーズン白星なしの可能性が強くなってきました。第2試合はバファローズが快勝、ゲームを締めた赤堀はセーブポイント単独トップの成本に3時間38分後再び追いつきました。シリーズまでの実戦はこのゲームを含め2試合となりましたが、今日の一郎は小宮山の巧みな投球とショート酒井の堅い守備にも阻まれて1安打と振るいませんでした。一方ホームランキング争い現在単独トップのニールは5回に久しぶりの一発、15試合ぶりの32号で追ってきたライオンズ清原に2本差をつけました。投手では先発伊藤の出来に注目が集まりましたが、5回に入った途端に息切れ、ただフォークボールはまずまずでシリーズの秘密兵器になるかもしれません。ゲームの方はマリーンズの勝ち、小宮山をリリーフした成本が最終回を3人で抑えて今シーズン23セーブ目セーブポイントでまたまた単独トップに立ちました。32ホーマー目下ホームランキングのニール、西武清原に1本差に迫られていますが今日ニールにホームランはありませんでした。結局今シーズンは32ホームランです。清原の結果待ちということになります。一方今シーズンも優勝に大きく貢献したイチロー、第4打席にタイムリーを打ち今日、193本目のヒット、打率は3割5分6厘でシーズンを終えています。残るは日本シリーズの制覇です。ロッテ先発イラブに全くいいところがありません。7回を投げたイラブに奪われた三振は10個、わずか1安打に抑えられて完封負け、最終戦を白星で飾れませんでした。その上で広岡ゼネラルマネージャーは3年契約の2年目の成績を理由に一方的に解雇するのは納得できないなどとして、現時点では球団の申し入れを受け入れる考えのないことを明らかにしました。責任者広岡達郎ゼネラルマネージャーの解任を決定したということです。しかし3年契約でまだ任期を1年残しているため広岡 GM がこの決定を受け入れるかどうか注目されています。そして10年ぶりの2位という好成績を収めましたが、広岡ゼネラルマネージャーと方針の異なるバレンタイン監督を解任、この解任劇はバレンタイン監督を支持するファンからの嘆願書が提出される騒ぎにまで発展しました。広岡氏は今年ヘッドコーチだった江尻氏を監督に擁立し新体制でシーズンに臨みました。しかしチームは一度も優勝争いに加わることなく5位に低迷、さらには大リーグ行きを希望するイラブ投手や一部のコーチ陣などとの確執がたびたびマスコミなどで報じられてきました。この事態を考慮しロッテ本社重光明夫オーナー代行は現体制を見直すべく広岡氏の解任の意思を固めオーナーに申し入れ了承されました。解任が決定した広岡ゼネラルマネージャーは自分のするべき仕事を精一杯やってきたから悔いはない、ただ去年バレンタイン監督の解任を決定したのは重光オーナーだ、
江尻監督が成績を残せなかったのは私の責任だが、今シーズンの不振が私の責任と言われるのは心外だとコメントを残しています。話題変わりまして、来月10位で揺れています5位マリーンズと6位ホークスの対戦、千葉マリンスタジアムです。広岡ゼネラルマネージャー辞任の後は監督問題、3年連続して大荒れのオフを迎えるマリーンズ、どんな結論になるのか近日中に発表となりそうですが、オフの注目といえばこちらメジャー志願の伊良部秀樹、この最終戦で7回を自責点0に抑えれば2年連続で最優秀防御率のタイトル獲得となります。2回ツーベースのランナーを自らのミスボークでサードに進めてしまって自責点発生の大ピンチを迎えますが、これが伊良部の闘争本能に火をつけました。7番内戸倉のバットをへし折ってピンチを切り抜けると、この後はマックス151キロのストレートを武器に嵐の奪三振フェスティバルとなります。6回までに三振9個、あっという間に7回を迎え2アウトになってバッターは4番吉田が見事7回無失点、同僚のヒルマンを 0.002 上回り最優秀防御率のビッグタイトル獲得です。同僚のエリックもあれだけね、まあ頑張ってきて今年はエリックにとは思ったんだけど、複雑にね、なんて言っていいか分からない。これから落ち着いたら球団の人と話して再度話を聞いてもらいたいと思います。まあ、GM それとファンの方、応援してくださった方にこの成績で終わったということを大変申し訳なく思ってますと、これは今シーズンの総括というあれじゃちょっと外れると思うんですけどね。そのことに関してはもう球団に言ってあります。私個人のことにとってはここでは言う必要はないと思います。なお、この江尻監督ですが、千葉ロッテの重光オーナー代行が江尻監督から辞任の申し出があり、これを受理したことを試合後に明らかにしております。さあ、それでは公式戦最終戦をお伝えしましょう。千葉ロッテ対、福岡ダイヤの試合を伊藤アナウンサーに伝えてもらいます。はい、今日のマリーンズ先発はイラブだったんですけれども、まずはこちらをご覧いただきましょう。防御率です。現在イラブは 2.51 でリーグ2位なんですけれども、今日イラブが7回を自責点0ならば防御率 2.402 となり逆転、防御率のタイトルをゲットできるというわけなんですね。イラブは2年連続の防御率のタイトルに向けて中3日でマウンドに上がりました。1回わずか6球で3人を仕留める好調な立ち上がりを見せたイラブでしたが、2回です、大道にツーベースのヒットを打たれワンアウト2塁のピンチ、しかし続く脇坂は空振りの三振、ボークでランナーはサードに進んでしまいますが、続く内野倉バットをへし折ってサードライナー、イラブはこの後11日ぶりのゲームとなるホークス打線を全く寄せつけず3回4回と0点、これは5回です。先頭の大道149キロストレート、続く脇坂、そして内野倉へはフォーク、なんと3者連続三振、イラブ絶好調です。一方のマリンズ打線ですが、その裏酒井の犠牲フライに続き田村のこのタイムリーツーベースでマリンズ2点を先制します。そしてイラブは6回も0点に抑えて防御率タイトル奪取に向けていよいよ7回を迎えます。ワンアウトから小久保空振りの三振、これで2アウト、タイトルまであと1人、バッターは吉永、フォーク空振り、この瞬間イラブの2年連続最優秀防御率のタイトルが決まりました。イラブはこの7回でマウンドを降りますが、この後川本成本とつないだマリンズが6対0でラストゲームを、メジャーリーグへの強い思いっていうのがあると思うんですが、これから落ち着いたら球団の人と話して再度話を聞いてもらいたいと思います。コーチがまず対談を表明しています。それなりに基準はつけたいと思っています。去年ルイバレンタインが来てくれて、プロの世界入って5年6年で初めてやりたいことができたっていうのは、それを知ってるから高木ゼネラルマネージャー補佐のほか、小原コーチなど3人の一軍コーチの解雇も発表されているということで、矢田さん、千葉ロッテ大激震という感じですね。はい、そうなんですね。イラブのね、はい、アメリカ大リーグに挑戦したいというね、はい、希望は分かるんですけどね、ただね、首脳陣批判もしましたよね、はい、まあ、真相はよく分かりませんけどね、あの時点でね、何らかのペナルティが必要だったですね。ほうほうほう、だからそういう意味で、チームはそこからやっぱり
小さなこのひび割れがですね大きくなってきましたね、この溝っていうのはね大きいですよ、早くもう修復してもらいたいですね、そう